これは何年式になるんですか？ 48？ これ何なんすか？こんなんあるんすね。ボロボロのやつ。はい、ボロボロのやつもう1000万くらいなんですか？うわー、パンヘッド。すごい、かっこいい。これは何年式になるんですか？ 48？ すごい。ごっついやん、これ。エンジンかけるだけで一苦労になっちゃいますこれ。ねえ。途中で演奏超えたら最悪パターン入りますよね。夏場は。すごいなぁ。と、72ですね。と、ブレイクアウト。かっこええなぁ。かっちょいい。いいっすね。いや、これぜひパンヘッドの方、いや、なかなか、あ、いや、かっこいいですね、パンヘッド。ちょっと待って、もしあれやったら、後でちょっとエンジンかける姿だけ見せてもらえたらありがたいです。いいですか？ありがとうございます。ああ、そうなんですか。すごい、ちょっと無理言うてエンジンをかけていただきます。でも暑いからかかるかわからんっていうこの感じですよね。暑いからかからんかもっていう。あ、今のはもう前段階ですね。今の掛けにかかったんちゃうんですね。いや、今がカラキック。あ、今カラキック。へえ、カラキック意味不明やけどカラキックおっ、すいません、こんな暑いのに汗だくになって申し訳ない。いやー、そうっすか。今ちょっと冷やしてから。うわー、すいません、ありがとうございます。こんな感じですよ。もう一回止めたらもう暑なったらかからんという、日陰に置いとかないかからんっていう、すごいな。それ大体夏場乗るもん。夏場は乗らんもん。そんな感じのやっぱオーナーさんすごいな。ほんま好きなんやろね。いやー、はいはい。あー、すごいよこれ、パンヘッド。しかもこのオイル漏れるのは当たり前というね。しかもこうオイル漏れてたらちゃんとオイルが回ってる証拠みたいな。すごい。いやー、すいません、ありがとうございます。わざわざありがとうございます。すいません。これはなんていうバイクになるんですか？サイドバルブです。サイドバルブ。あ、750なんですか。はい、すごいな。1947年。これ48年言ってましたもんね。48やね。48って言うんですね。はい、全然この辺のもうヴィンテージは全然わかんないですけど、48。すごい価値あります。違うんですか？こっちが古いからこっちの方とか違うんですか？こっちの方が。サイドバルブすごいですね。これヘッド形ちゃいますもんね。何これ、プラグこんなんで繋がってるんですか？これ何なんですか？こんなんあるんすん。見てこれ、プラグ何これ。初めて見た。すごいよ。何なんこれ、これで火花飛ぶんすか？すーげー。そうなんや。で、これの正式名称は何なん？正式名称というか、ダブル L。ダブル L？ はい。フラットヘッドです。
え、フラットヘッド、フラットヘッド、はい、そのダブル L。 いやもう全然ちょっと未知の世界わからない。フラットヘッド、ダブル L、 信頼ないやもん、うん、これも動画で言うとかんと絶対忘れるんでね。フラットヘッド、ダブル L。 あで、こっちが、こっちが4パチの、なんでしたっけ。パンヘッド、4パチ、FL かなんか言ってましたよね。FL、FL。もう動画で言うとかん絶対忘れるんで。すごいわ、これ。でも見た感じ、このシートの変動はこんなん一緒じゃないですか。やっぱ年式がこういう作りになってるってことですか。違うが、はい、ほんまこれちょっとシートがなんかややこしいな、ややこしいのついてるんですか。すごいな、もうわけがわからへんぞ。え、こっちはこれは何 cc ですか。これ1200。これは1200なんですか。で、こっちが700、750cc。 へえ、価値は全然違いますよ。何が違うんですか。もう価値が全然違います。さっき言ってましたもんね、むちゃむちゃ高いですもんね、これ。へえ、女ほとんど年式は変わらないけど全然違うんですね。いや、はい、はい、800は絶対になります。さっき、女、さっきの過小評価してますやん。そしたら、そうなんすか。大阪の1000万とかあるから、はいはい、そんなんなんすか。やばいな、オリジナルで残ったらね、はい、ああ、はい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 。すごいわ。ボロボロのやつが、はい、ボロボロのやつも1000万クラスなんですか。で、きちっとあのレストアされてるやつが、はい、買いって安かった、ね、あ、そうなんですね。でももう当時のまんまっていうのがやっぱり価値があるんですか。そうなんや。きゃー、すごい。これまたちょっとエンジンかけてもらってるところを撮りますけど、すごいな。これエンジンのかけ方はこれどちらも一緒なんですか。かける、かけ方は、はい、いや、さっきこちらのあのパンヘッドの方ね、ほんまに来て早々またエンジンかけてって言ったら全然かからないという、こんなことがありえるのかという。それすごいですよね。かからないっていう、止めたらかからないって、もう訳がわからないですよね。夏場はね、夏場は余計に、夏場はもうダメ。へー、そうなんですよ。ちょ、出させても大丈夫ですか。いいですか、いいですか。そっかそっか。あ、 YouTube であのチュッチュマンベイビーって、チュッチュマン、はい、チュッチュマンベイビーって調べてもらったらすぐ僕のしか出てこないんで、はい、ぜひあのまた上げさせてもらうんで、またよろしくお願いします。すいません。いや、すごいわ。今日もあの初めてこちら来させてもらって、そうなんです。すっげー。いや、エンジンかけるだけで一苦労やろな、これ。でもさっきちょうどね、見れなかったんで、今回かからないと帰れないですもんね。ね、今クラッチ入れたんですね、はい、これがフットクラッチってやつですか、はい、チョーク、あ、チョーク回まで上げて、あ、チョーク上げて、これがチョークですか。これ進格ですか。あ、進格ね、はい、はい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 。アクセル全開で、はい、アクセル全開で、エンジンはオフ状態、エンジンはオフ、まだキーはオフ、はい、はい、キック3回、はい、今度本キックですね。これで本キック、はい、今オンにしたんですね、はい、はい、ガソリン、はい、ガソリン、ガソリンコック、あ、ガソリンコックを、はい、これでオフです。オフ、はい、これで予備です。あ、予備、はい、難しい工程がありすぎますね、はい、これで
チョークは、チョークはワンノッチ、ワンノッチはワンノッチ、もうわけわからん、わけわからん、もうこれで一発でかかります。あ、さすが、お願いします。あかんのかい、あかんのかい、あかんのかい、あかん、あかん。すごいな、工程が。あ、ゆで馬に切れました。うわ、すごい。気許したらすぐ止まるやん。すごいわ。おいおい。お気をつけて。ありがとうございます。お気をつけて。イカツ、イカツ、俺みたい。いやイカツかったね。渋いはやっぱり。ヒデボンさんと同じが渋かったね。いや俺のが渋い。渋い。渋い顔。はい。渋いんだろうか。渋いんだろうかよう分からんけど、いやかっこよかった。強かったもん。The beat is tough.